今回は新庄記述で困った時のことを考えてみましょう。皆さん、読解問題に取り組んで、なかなか新庄記述難しいな、どんな新庄語を使えばいいのかわからないな、そんな風に困ったことありませんか？そういった時に役に立つアイデアを一つ皆さんに紹介します。ここに書いてある対うまいと思う、こういった言葉にうまく文章中の表現を結びつけると新庄記述なんとかなることが結構あります。例えば野球をしたいという気持ち、もしかしたら他の新庄語に言い換えることできるかもしれませんが、その新庄語が思いつかないわけですよね。じゃあ文章中のこの部分の表現をくっつけて野球をしたいという気持ち、そういうふうに表すこともできます。次に野球をしようという気持ち、野球はしまいという気持ち、これは野球なんかしないぞっていう気持ちですよね。そして野球は素晴らしいと思う気持ち、こんな風にも表すことができます。今回はこういった形で野球を例に取り上げましたが、他のものでもこの対うまいと思うという風に結びつけると結構文章中から言葉を引っ張ってきて新庄の記述まとめることができます。困った時にはこの言葉を思い出してみてください。頑張りましょう。